しいな。うん、投げるよ。うん、またあってゲームになりそうですな。あ、いいこと思ってた。あ、ああ。はい。じゃあそこに置いてもん。もういいから。どうもこんにちは、アキです。マーサーです。カラーです。今回は何するんですか。今日はその3、この3人でマイクラでサバイバル生活をしていきたいと思います。イエーイ。で、今日の企画は10分でエンダードラゴンを倒せるかというのをやっていきたいと思います。はい。何してるか説明しながらやってよ。まず今は木を掘ることを、木を掘ります。助けて、スケルトンがいるぞ。スケルトン、あ、僕ピースにしたのに。待って、ちょっと見てみようか。あ、ノーマルになった。よし、ごめんなさい。で、今木を買っております。マサさん、あのさ、これさ、僕の画面しか映ってない。今、マサさんはもう木をとっくに取ってから、今木の手出しを始める前からも取ってた。タダさんは今は遊んでおります。え、遊んでないよ。何してるんですか、タダさん。え、タダ、木があるかなと思って木を掘りに行ってる。周りに木あるでしょうかい。でもさ、ね、あ、タダのやつ壊さないでよ。壊してるよ、今。もう壊しちゃったよ。みんなで協力してやってよ。はい、今ね、石のつらはじ作って、今土を掘ろうとしています。僕は今木のつらしを取って、今は石炭を取ろうとしております。鉄はもうとっくにもう見つけて今取っています。僕は石炭を見つけて今取っております。はい、暗い場所に行っています。僕は今大変でおります。15分でエンダードラゴン倒すから結構大変だね。僕たち始めたばかりだ。僕たち初めてサバイバルでエンダードラゴン倒すんですよ。まだ一回も倒したことない。はい、僕ね、最近ジャパパっていうさ、マサタだ、最近僕さ、ジャパパっていう YouTuber 見てからさ、今すっごくハマった。で、どうしたの？もしジャパパさんが見てたら伝えたいこと。あ、今中に通って、ジャパパさん、僕ね、僕ジャパパの YouTuber で海面鬼ごっこが一番好きだよ。それ今関係ないでしょ。画面の中の説明して、何してるの。よかったらちょっと見とると思う。で、あ、マサ今何してる。今ね、鉄いっぱい集めてる。タラがね、今ね、ん、鉄をさ、奪っていってる僕さ。だから今ね、できてる。よし、ターラ、鉄3個持った。ターラ、意地悪。あ、だから鉄何、まだ7個見てる。だって、だから鉄欲しいからさ。泥棒。泥棒目。鉄泥棒。ねえ、ねえ、泥棒って言わないでくれない。だって本当に鉄泥棒だ。え、鉄泥棒じゃないし。鉄泥棒。じゃないし。だいたい死ぬ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 。鉄泥棒じゃないし。じゃあ、何にすんだの。え、だってだ、鉄欲しいから。何やってるのかをやって、ね、はい、何やってるか話して。僕今ね、なんか宝石とか探してる。ただも。ただ何もしてない。ただ普通に歩いてるし。じゃあただここで、ほら。あら、ただ石炭とかないかな。僕石炭も持ったけど、全部タイマツにしちゃった。あ、タイマツ置いてよ。僕今置いてるよ。お、洞窟発見、新しい。あ、タラ、石炭発見した。よし、行こう、行こう。まず、あ、待って。ね、マーサ、どこにある？ここ。分かってる、分かってる、分かってる。タラが。あっちない？うん。シンプルに飛べて。こら、マーサ。マーサ。ね、タラが。タラが掘るんだよ。死んじゃう。よし、僕先洞窟行っとくね。地元だった日か。お、石炭めちゃくちゃあるよ。うん、そんな日とか変な効果する。じゃあこれはあんな、ね、お兄ちゃんとトギバスに行かないでよ。全然トギバスに行かないで。やっぱおばあさん、ね、一応階段作った。離れてないよ、全然離れてない。え、
まあ、それはい、マサさんは今ね、パニックになっています。パニックって何がパニックだよ。慌ててるって。今、マサさんはパニックになっています。今、ちょっと疲れない。 What is the celebrity thing? みたいな。よし、ただただただ、階段作っておいたよ。 ありがとう。ただ、マサより、マサ呼びに行って。マサも行くよ、せいに。いいのかい。まだよ、ほら。だまー、邪魔邪魔。ねえねえ、あれってよ。あれって、当たり前、あれって、あれって何よ。俺って、俺って俺って、俺って、聞いとこ。あ、そういうことね。僕、松明ね、64個以上作った。ねえ、最終台も、最終台ないの？最終台。最終台か。ないはずよ。最終台持ってないよ。僕、最強台持ってるよ。え、じゃあお兄ちゃん持って。持ってません。え、どっちよ。もう本当は持ってない。じゃあ、こっちを見ればいい。奥、僕先奥行っとくよ。行ってらっしゃい。ターラも行っとく。あ、石炭発見！といて、僕はどんどん間もなく探していくよ。レタラどこ？あ、石炭で、石炭どこあるやんかい。ラッキー。いいな、みんな先に進む。石炭いっぱいあるよ。僕らって先に進ませて。わー、わー、いっぱい。わー。先へ先に。わー、やっぱりほろある。わー、石炭超いっぱいあるな。だから石炭取ってるよ。僕今石炭取ってる。おらー。バイトじゃダメですよ。失礼だな。よし、マサ。わあ、洞窟見つけた。またか。ただここにある。僕たちのところに来て。ここの上。僕たちは今洞窟でおります。鉄を探した。鉄がなかなか見つからない。たら石炭持ってるけど。たら石炭24個持ってる。僕石炭18個持ってる。深いな、深い。お兄ちゃんあれつけて。ねえねえ、あれちょうだい。石炭台ないの。たら石炭台持ってるよ。ねえ、石炭台置いて。わかった。僕12人に頑張って。はい、ここにいるよ。ねえ、たらそこに行ったら危ないよ。上戻って、マサ上戻った。あ、ただ落ちちゃった。ねえ、もうやった。二人ともあっちっといてね。分かった。ねえ、だから。ただよ。ねえ、まあ。ただやめろ。ねえ、やめて。どっちに行けばいいか分かんないの。マサのところ。さっさと行け。はい、それで行く。はい。あっち行って。ねえ、もうやだ、もう。君だ。もうただそこで待っといて。うん、分かった。よーし、行ってきます。がっつり行った方がいい。ただ下から見てるけどさ、マグマ、うおい水中。僕、行きに来ちゃったんだけど。え、じゃあただも行ってるね。え、もうただ行かないで。え、なんで。ただ危ない。僕は、え、池があるか見たいの。おっと、池入ろう。鉄だ。鉄なっきらね。お、金庫、金だ。やばいやばい、行けない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 。手を満タンに持ってから、よし。上から見てるから。鉄鉄鉄鉄鉄鉄。水中呼吸のところ。やっほー。水中呼吸のところ探しといて。まあ、作ってる。あ、キキ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 、はい、大丈夫です。やばいやばい、キキ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 キ、よし。だから駅の水中火事を作ったから3個だから、あっちから。もうめちゃくちゃ時間かかるな。やめてやめて。今何個取った？これでやっと3つか。僕はこの鉄を取るまで僕はどこにも行かない。キキ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 、僕はそんなのスマホに。3個作ったからだ。ただ入るね。僕鉄4個しかないの。家入った。起きる起きる。僕水中呼吸するところは金発見。金掘ろう。硬いな。ただ金はさ、あ、ラピスラズリ。お兄ちゃん続きがあった。
ストレージがいっぱいになりましたけどか。まだ出てないよ。てる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 。痛い。お兄たら作業台置いて。痛い作業台上にあるけど。は？あ、じゃない、はい、じゃない。え？あ、うん、じゃない、じゃない、じゃない。何たら上に置いたんだよ。え？使うよ。どいて、みんな。ね、見て、なんで作業台あって。たら、なんでアドバイスに作業台置いたんだよ。いいのってさ、怖いからできないの。よし、ここだ。ここで一旦できるね。びしょびしょや。びしょびしょや。ねえ、ねえ、たらもねえ、どころ行って。痛い。さあ、大丈夫じゃ。アップ行っちゃった。僕だけ見とくね、上に。あ、たらちょっとあっち行ってくれ。の上に先に。上先に、先に。ライフ。だやめろ。ただにげい。まあいいや。あったらゴマロ待ってるよ。お兄ちゃんの場所まで。やったな、お兄ちゃんめ。お？あんな場所まで。僕が先に一番最後に行くじゃなくて、僕が先に行く。バイバイ。はい、僕来ました。僕は2番目に行くぞ。おう、ただはやばいかつらな。ひひー。うわ、上まであるじゃん。ひひー。ばっはっはっは。戻るな。ただ、いっぱいブロック持ってるんだからね。お、ああ、作業台やった。ここだけ開けとこう。トゥトゥルルトゥトゥトゥルルトゥルル。さっきからうるさいな。でも鳴ってるんじゃね。ほら30分経ってんの。よーし。あ、あ、あ、もうやだ。もうやめて。もうやだ。ちゃんとよく見ろ。あ。お兄ちゃん、作業台取って。作業台か。じゃ、作業台ちょうだい。頑張ってください。えい。待って。作業台ちょうだい。あ、ちょっと待って。あ、じゃあ、下に行って。作業台ね、僕今使ってる。ハサミだ。いや、いらないな。バケツだ。いや、いらないな。どうやって行ったの、マサ。そんな知らない。いそんなの。マサどう言ってたの。お兄ちゃん、さっきぐらい作ってたら、歌ら作らないで。なんで、あれあるんだ。歌らさ、仮面を持ってるんだけど。だら、兄弟木材。木材持ってないんだよ、木材。じゃあさっき木材の。作業台、作業台が欲しいの。うん。投げるよ。またあってゲームになりそうですな。あ、いいこと思ってた。あ、あもまずさ、生きれるように僕バケツ2つ持ってるわけさ。なんか狭いな。僕もうマグマ消した。国道崎。今何してるんですか。今ね、今ですね、池から脱出できるように頑張っております。で、今ですね、大変なことになります。今は最悪です。あー、キー、キーは、あ、あ、もう今日からこの池に行くらしょっか。やだ、あ、やだ、やばい待って、もう最悪だよ。よし、あー、もう掘れない。もう池で来るんだ。いつなったらエンタードラゴン倒せるんですか。知らないよ。ないよ。そんなの知らないよ。あ、どう？やばい、息が。頑張れ。やばい。息できる場所作ったよ。まずどこにいる？ここに。お、どうだ、いける？ほら、見て、水中50。できた。全然できてない。
て。お兄ちゃん、息できてる。ただ、まだあっちのところ行け。行けない。行けない。行けないって、ターラが操作してないからでしょ。ここね。はい、行け。やっぱ、ウイって危険だね。今の当たり前だし。何だった？だから玄関つけてる。今回の目処つけてね、どこで終わるか考えながらやってね。池の水では終わらせたくない。あ、いいこと言ってた。どこで終わらせますか？うん、ね、みんな水中呼吸できるところ探して。水中呼吸できるところ。今日から水中呼吸。はい、ちょっと企画変えました。企画変えました。池で暮らします。ん、今日から池で暮らすことにします。なんで？助けて助けて助けて。ターダーは操作してないからだよ。ターダー焦るからだよ。私の作り方じゃないけど。やばい、僕どこだっけ。こっち。さあ、あー、木欲しいな。木大丈夫、焦るな。水中呼吸だ。いい、焦るな。水中呼吸できないよ。え、じゃあだらさ、息できるところ。はい、僕無限の命。え、イエイ。はい、じゃあね。よし。これをシリーズ化しますから。シリーズか。ね。うん。今日は第1回目。ね、第1回目、池の中です。ジェンダードラゴン。シリーズ今日第1回目、どこまでやったらいいですか？どこまでやったら区切りがいいですか？あのね、地上に上がったから全員。いや、僕はネザーまで行ったら。はい、じゃあどっちがいい？地上に上がったらね。ネザーは地上に上がったらで1回はね。ねえ、もうできないじゃん。そういう僕無限の命だから。けうたら無限の命じゃない。で、松明置きたいけど置けない。まずはさ、作り方わかるよ。早く死んだ死んだ死んだ。生きる場所あるでしょ。猫作った。だから猫作ったんだけど。あー、もう生きる場所。だから焦るなって言ったのに。だからだから頭がもたい、もう頭がパニックになってきた。またもう一回ターが出てきたらいいでしょ。見たら最初から場所から入ってきた。あ、ここか。出てくるでしょ。もう、はい、ここ。楽しくやって、楽しく。見てる人が楽しくやって。ここに行く。はい、ここに行く。ねえねえ、お兄ちゃん、木の木材ちょうだい。ここまさ、僕、地上に出れた。どうやって？行き行きのやつ行き、あっちの方がいい。ここ行き。やばいやばい、死んで死んで。マスター、さっきのところに行って。あっち？待って。待ってよ。みんなどこ？木もお兄ちゃん、あの木のドアちょうだい、木のドア。はい。じゃあ、木のドアちょうだい。木のドアちょうだい。はい、地上戻れた。じゃあ木のドアちょうだい。あるじゃん。あ、もうこれから取ろう。はい、できた。はい、こっちでーねーねー、どうして別の剣で倒すよ。倒さないで。ごめん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 。さあ、なに、別の剣貸してくれない？ダメ。ねーごめん。じゃあ、ローガン貸して。用がない。え、じゃあお水出して。お水ない。ね、お水あるやつを。はい、すぐ入れてくれ。あれまさ、地上に上がれるからね。地上に上がれるように。もう作ったよ。あれ、もうこれだから一旦あっちの上行ってごらん。あの最初の落ちたところ。マサ、あのところよ、覚えてないの。ターラ、ここに行ってくる。うん、ターラ来て、マサ来て。待って。はい、マサ。ねえ、もう行けない。よし。
なんでこれ。マサ、マサ行きたくないの？はい、ここに来てます。